テリカ D2 でございます。山もあります。いろいろとですね、部品を揃えて総仕上げ前でございます。パレットとかと違ってシートもこのイソフィックスを使っていたりですね、なかなかいい感じです。お客様汚されちゃうかもしれないということで、あの後ろに乗られる方がですね、クラウンのゼロクラウンについてた後ろの席のタクシー、個人タクシーの呼吸マット、こちらも用意したんですけども、多分長さがですね長すぎると思うんですよね。ちょっと膨らんでますもんね。お客さん別の普通車持ってるんで、そちらに使っていただこうかな。仕入れ時からフロアマットありませんが、逆にこれだけ綺麗に使われたのが分かるというありがたい仕様でございます。そして両方パワースライド、これもグレードによってなかったりしますからね。そしてカメラもつけました。バックカメラも新たにつけました。とにかくですね、この3メーター台の広さ、3メーター台という全長の短さの割にはこの後ろとかですごく広く使えるんですね。その代わり荷室が狭いと、もちろんそういうのあります。現在はもうスペアタイヤではなくパンク修理工具が一般的になってますからね。このようにノーマルで空気補充がついております。そんなの知ってるよっていう方もいっぱいいると思うんですけど、うちの車は昭和の車とかしょっちゅうありますんで、スペアタイヤがないなんてなんて思ったこともありますけども、いろいろといいものがついております。で現在ナビがなくてですね、あのいいやつつけちゃいます。でバックカメラの配線をこうやって引きまして、あとはですねフルセグのアンテナをつけたりですね、その点もですね仕上げやりまして、あとディーラーでの認証保証継承ですね、こちらも無事に終わりました。いろいろともう出来上がりまして、最後にナビとあと ETC のセットアップをして終わりという感じでございます。ちょっと走ってみましょうか。こちらにあの来られたかあるお客様とか結構こうこの風景を見るとニヤッとするんではないでしょうかね。いつも走行動画がよく見えない、ちゃんと撮れバカ野郎とかそういうコメントをいただいたりすることがありますので、たまには固定で置こうかと思いましたが、今簡単にまた倒れましたね。はい、とにかくですねパレットとかですねデイズですか、そしてルークス、デイズルークス、あと何でしたっけ、いろいろ両側パワースライドのコンパクトカーというのを探すんですけども、とにかく定価の割には中古が高すぎるというような感じでございます。もちろん定価も高いのグレードによってはすごいあるんですけども、とにかくですねお得感が少ないかなと言いますか、もちろん物はいいんであれなんですけどね。それでやっとの思い出ですね、見つけた黒の D2 でございます。ソリオと一緒でございますが、両側パワースライドといろいろついた上でこの程度の良さですね。外装のオークション会場での外装の傷がですね、フロントリップの下回りの傷だけという、いわゆるほぼ無傷の状態で現在の距離が6万キロ台というですね、まあ、ありがたすぎる車がかなりお安く見つかりました。ただですね、いろいろ欠品が、このフロアマットが4つの席ないのと、ナビがない、オーディオないとかですね、そういうのは逆にこちら部品がありましたので、フル仕上げでいい感じでお届けできそうな状況でございます。なかなかですねドライブレコーダーチックなこの置きっぱなしにすると危険なタイミングを目撃しますが、東京都内で頑張っております。他に大きくですね
気になる点はございません。とにかくもうバッチリでございます。ディーラーの方でもこの距離でも全然もう問題ないことを確認いただきまして、保証継承も無事にすんなり終わりました。車検満タンの状態からでですね、まあ、なかなかですね、指令 の安さに比べれば乗り出しは結構高く感じたかもしれませんが、喜んでいただければと思います。ありがとうございました。目白自動車でした。